この項目では二千二十年シーズンの日本プロサッカーリーグについて述べる。J リーグは発足から二十八年目のシーズンになる。明治安田生命保険総合会社をタイトルパートナーとして二千二十明治安田生命 J リーグの名称で行う。この年は東京オリンピックが開催される関係で開催期間である7月24日から8月9日までの間は すべてのカテゴリーで試合を開催しないことが明らかになっている。また、j 1参入プレイオフの決定戦について、開催方式について議論を行うため、レギュレーション発表時点では調整中とされたが、2020年1月30日付で前年と同じレギュレーションで開催することを改めて発表した。 レギュレーションにおける変更点としては、J1 のリーグ戦全試合において、ビデオアシスタントレフェリーを導入することが公表されており、前年から導入されている富士ジ,ジロックススーパーカップ2020、2020J リーグ YBC、ルバンカッププライムステージ、J1 参入プレイオフ決定戦を合わせ、合計321試合に VAR が導入される。2月21日に J1 が、 23日に J2 が開幕したものの、新型コロナウイルス感染拡大についての国の専門家会議の見解を受け、2月25日、翌2月26日開催予定だった2020、J リーグ YBC ルバンカップグループステージ第2節7試合の延期を決定。さらに、同日午後に開催した理事会で同年3月15日までに開催予定だった公式戦。 全94試合を延期することを決定。3月18日開催予定の J1 第5節、J2 第5節からの再開を目指す方針を明らかにする。日本国内で新型コロナウイルス感染拡大問題を理由にプロスポーツ開催が中止となる初の事例となった。J リーグ全日程の中止。 延期は東日本大震災の影響により2011年3月12日から4月17日まで中止、延期されて以来となった。以降、感染収束が見えない中で J リーグも特別ルールの導入など対応に追われた。以下は同日以降の関連タイムライン。新型コロナウイルス感染拡大の影響については、別記 最終更新は2020年12月19日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、直接対決の勝ち点4、直接対決の得失点差5、直接対決の得点数6、勝利数7、得点数。1、天皇杯優勝クラブにも AFC、チャンピオンズリーグ2021参加資格が与えられるが、 同大会優勝クラブが J1 リーグ戦上位に入った場合はリーグ戦時点のクラブに参加資格が与えられる。最終更新は2020年12月20日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、直接対決の勝ち点4、直接対決の得失点差5、直接対決の得点数6、勝利数7、得点数、 1J1 リーグ昇格は J1 ライセンスを保有するクラブに限る。2J2 における年間順位の上位2クラブのうち J1 クラブライセンスの交付判定を受けられなかった J2 クラブがあった場合は当該 J2 クラブは J1 に昇格できない。この場合において J2 における年間順位3位以下の J2 クラブが J1 に昇格することはない。 3万2020年シーズン終了時点において J2 リーグ戦がリーグ戦成立要件を満たさなかった場合 J2 クラブの J1 への昇格は行わない最終更新は2020年12月20日の試合終了時出展 J リーグデータ順位の決定基準 1. 1勝ち点 2. 得失点差3。直接対決の勝ち点 4. 直接対決の得失点差 5. 直接対決の得点数 6. 勝利数 7. 総得点数 8. 反則ポイント 9. 抽選。1J3 における年間順位の上位2クラブのうち、J リーグクラブライセンスの交付判定を受けていない J3 クラブがあった場合は、当該 J3 クラブは J2 に昇格できない。 この場合において J3 における年間順位3位以下の J3 クラブが J2 に昇格することはない。2J1 及び J2 クラブが編成する U-23 チームが J3 リーグ戦において2位以内となった場合 J3 におけるすべての U-23 チームを除いた年間順位の上位にクラブが J2 に昇格する。なお、 当該クラブの昇格要件に関わる事項は常日の通りとする。3万2020年シーズン終了時点において J3 リーグ戦がリーグ戦成立要件を満たさなかった場合 J3 クラブの J2A の昇格は行わない。この年はレギュレーションの変更により降格は行われない。2020年8月3日時点、突起なしはいずれも日本フットボールリーグ所属。 は2020年2月25日の理事会で新規承認は解除条件付け失格処分期間あり、罰は2020年8月2日に100年構想クラブを離脱。2020年9月28日、J リーグは2021シーズンのクラブライセンスのうち J1J2 のライセンスについてクラブライセンス交付第一新期間による審査結果を発表した。 J2 ライセンス以上については、J1J2 の40クラブ、J3 の12クラブの、計52クラブから申請があり、申請した52クラブすべてに、ライセンスが交付された。岩手、水戸、町田、相模原、藤枝、今治、鹿児島、琉球は2018年改定で新たに加わった、施設基準の例外規定適用申請が認められ、水戸に、 初の J1 ライセンスが岩手、相模原、藤枝、今治に初の J2 ライセンスが交付された。なお、今治は昇格の順位条件を充足した上で、スタジアムの短期回収を行うことが前提となった解除条件付きの J2 ライセンスであったが、同年の J3 リーグで順位案件の成績を充足せず短期回収を行わないことが確定したため、 解除条件を充足したことから J3 ライセンスに変更となった。一方、J3 クラブライセンスについては、まず2020年9月15日に J3 入会を希望するクラブに対する J3 クラブライセンス申請の審査、結果が公表され、申請のあった6クラブに対して J3 ライセンス交付の判定となったことを発表した。2020年10月13日には、 J2 以上のライセンスを取得していない J3 リーグに参加している4クラブに対するライセンス申請の審査結果が公表され、すべてのクラブに J3 ライセンス交付の判定の結果となった。この年 J リーグ100年構想クラブに認定されたクラブのうち JFL に加盟する青森、岩木、FC 大阪の3クラブが J3 ライセンスを申請し、承認された。また、 前年申請しながら、スタジアムの問題で申請を取り下げた宮崎も新たに交付判定を受けている。なお、武蔵野は前年までに、スタジアムの新設計画が進んでいないことを理由に、ライセンス申請を行わないことを発表しており、同年8月2日に100年構想クラブの認定も、返上している。クラブ名の後ろに、がついたクラブは、当該ライセンスを、 初めて交付されたクラブは、スタジアムや練習場の上位ライセンス基準を充足するための改修、改築、ないしは新設計画があることによる例外規定を適用した特例で上位ライセンスを取得したクラブ。ありがとうございます。